降、感染者判明が相次ぎ、合計5人となりました。ジムは現在閉鎖されており、男性は自宅待機中だということです。また、このジムの所属選手が練習のために訪れた別のジムの関係者にも感染の疑いがあるといいます。大丈夫だよ、店長。大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫だよ、店。ああ、ちょっと待って。暑いね。降りられないんだよ。